あのネットの方でこうもうずっと前からしていたので、そんななんかちょっとこう初めてお会いする時とかもめちゃくちゃこう緊張して、友達にすごいリエリーのファンがいるんですけど、なんかちょっと話しかけてねみたいなことを言われたんですけど、ちょっとその無理無理みたいな話しかけてください無理だなってやめてやめてなのでもう本当に、はい、あのお会いできるのを楽しみにしてたんです。そうだったんですね。じゃあなんかこうお互いにお会いするのが楽しみみたいな状態ではあったんですけど、なんかこう私とこう、ま、あのお互いの第一印象というか、はい、こう初めてお会いした時の印象とかってどんな感じだったとかって覚えてますか？もうなんか本当にあの写真でやっぱり見てたんですけど、はい、見てたんですけど、はい、何この死ぬほど可愛いと思って、知らないでなんか本当に何ですかね、優しさがにじみ出てる感じの聞いた、みんなこんな優しい人に私言われちゃったよ、私めっちゃ優しいかも私って優しいのかも、なんか本当に思ってた印象の通りの、はい、本当ビエリーさんみたいなのがあってなのでその本当にあ話しかけられない無理無理って思ったんですけど、あなんか逆にちょっとこうオタク魂というか話しかけたいぞみたいな気持ちに、嬉しいです、ありがとうございます嬉しい、その印象がまあ第一印象というところで、はい、現在も変わらず話しかけたいぞって気持ちはあったりしますか？あ、でも、まだ変わらず、あ、もうなくなっちゃった、もうなくなっちゃったの、やめといたのいやいやいや、あの普通に視聴者として高木さんを見てて、はい、なんかもうあの高木さんラジオももちろん聞いてるんですけど、ありがとうございます。なんかその人に会うって思うと、今日もなんかこう一番最初に会う時よりも若干こう緊張しながらここの現場に来て、 あの声生で聞けるんだよなみたいな、ちょっと、はい、あの一ファンとして今日も、うん、あの隣にいますので、確かにその自分の職業が声優っていう仕事だからこそ、もう声がもう割とそういうあの職業で使ってるものを常に出し続けてるって状態ではあるんですけど、私なんかもうさっきやっぱりライブのシーンのところとかで、あのやっぱ歌をなりわいにされてる方が歌った時の本物だ感がやっぱ本物なんですけどねもう眩しすぎてっていうのが、やっぱ本当にこう普段お話しさせていただいてると、とっても優しいお姉さんっていう感じで、なんかあのゆうこりお姉さんって感じで、ちょっと私あの近くに行きたくなっちゃうんですけど、でも本当に歌うと、はぁはぁ死で死で積むって感じ、伝わりますかね、本当になんかだからお互いが職業の本気を出すと、なんかやっぱ本当にやっぱちゃんとそのなんかやっぱ職種を務めてる、なんか全うしてる社会人なんだなっていうのより感じるような感じですけれども、そうですね、なかなかやっぱ声優さんにお会いできる機会もないので、本当に今日は本当楽しみです。いや今日は本当にあの結構緩くていい番組だって聞いてるので、ぜひあ のんびりと喋りやすいお話をいっぱいしていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。さあ